マレッチ、マレッチ、あれさえ食えば50人、いや100人分、マレッチの人間をもっと探して食うのだ。そうしたら小生はまた12気づきに戻れる。もう食えないのか、その程度か。いえ、まだ。もういい、数字を剥奪する。それがお前の限界なのだ。人間を食うほど強くなれる。そうして素質を認められれば、鬼仏寺様に血を分けていただけた。あのお方の血は凄まじかった。小生は比べ物にならぬ度合いで強くなり、十二気づきとして認められ、これからも人をむさぼり食い、なお一層強くなれるのだと信じていた。信じていた。鼓の鬼と対峙した時、彼からは深い憎しみの匂いがした。けれど同時に、ほんのかすかな瞬間、憎しみとは違う何かも感じた。多分、あれは。つまらないよ。つまらないんだよ、君の書き物は。すべてにおいて、ゴミのようだ。趣味の鼓でも叩いていたらいいんだ。この家に閉じこもって。もし人間だった頃の教授が彼の中に残っていたのだとしたら、最後に認められた彼は成仏できたのかもしれない。そうであってほしいと思う。俺が鼓の鬼と戦っている間に、善逸はイノシシの皮をかぶった鬼殺隊士の攻撃にさらされていた。善逸は身を挺して禰豆子の箱を守ってくれたんだ。善逸、お前は。この箱には手出しはさせない。炭治郎の大事なものなんだ。おいおいおい、何言ってんだ。その中には鬼がいるぞ。分からねえのか。そんなことは最初から分かってる。鬼を連れてるのは分かってた。鬼の音は人間の音と全く違うから。でも炭治郎からは泣きたくなるような優しい音がする。今まで聞いたこともないくらい優しい音だ。俺が直接炭治郎に話を聞く。だからお前は引っ込んでろ。善逸はボロボロになりながらも禰豆子を守ってくれた。俺が思った通り、やっぱり善逸は強い人間だった。肉体だけではなく心も。善逸、お前は強いやつだ。